テッサー。ファイル、テサー、PNG サムテッサーテッサー。テッサーは、カールツァイスが製品化した、単焦点、写真レンズ、及びその構造の名称である。カールツァイスを代表する名曲の一つ。ファイル、テッサー 135.jpg サム200、PX 主冊汎用の 13.5CMF4 点1902年4月、パウルルドルフが、 エルンツとバンデルスレプの協力を得て考案した。F 値は発表当時回6.3であった。ルドルフは F 値の向上に否定的であったが、バンデルスレプにより、回4.5、ウィリー・ウォルター・メルテにより、F3.5、さらに回2.8まで大好形化された。カール・ザイスのレンズ製品一覧ツイスの分類では、回6.3のテッサーが、シリーズ IIB、正反用のアポテッサーは、 シリーズバイ5、回4.5や F3.5 の大口径テッサーは、シリーズ IC とされた。名称は構成レンズ数が4枚であることから、ギリシア語の4、テトラから来ている。カールザイスによればテッサーは、ウナーの全軍と、プロタープロターの5軍を合わせた3軍4枚構成、とされているが、3軍3枚とつ,おとつのトリプレットを発展させ、 後玉を凹凸2枚貼り合わせレンズとしたものとも見ることができる。特許上は2軍と3軍の間に絞りがある。多くのバリエーションがあるが、標準的な設計では、前玉から順に SK4、FL4、KZ 界に SK10、1軍と2軍の間に絞りがあるものを、エルンストライズ、弦、内科のエルマーにちなんで、エルマー型と区別することもあるが、 エルマーメーレモニ軍と三軍の間に絞りがあるものもあり、厳密にこだわるほどのものでもない。テッサーは当時広く利用されていたトリプレットなど他の構成と比較して、ワイ曲の少なさ、ボケの美しさ、何よりピント面のシャープさなど驚異的な高画質が特徴である。カール・ツァイスはあなたのカメラの足の目、ダス・アドロレイジ・イラーカメラというコピーでテッサーを宣伝し、 実際に世界中の写真家からそう呼ばれるようになった。テッサーの登場によって多くの人々が普通によく映るレンズを手に入れたと言われる。最も当初のテッサーは高級レンズであり多くの人々の手に届くものではなかった。本当の意味で多くの人々が普通によく映るレンズを手にしたのはテッサー構成のレンズが普及品となった20世紀半ば以降であり。 テッサーの発明から実に50年ほど応用した。反面で大口径態の限界があり、20世紀半ば以降は、レンズの設計及び製造技術の進歩でより複雑なレンズ構成が、テッサー構成に変わって主流となっていった。しかしテッサー構成は、そのシンプルさゆえに廉価で画質が良く、コンパクトに収まる特徴が評価され、21世紀に、 至ってても適合するる。用用途では利用され続けているテッサーは開発直後からカール・ツイスにより生産され口実の製品一覧の通り膨大なバリエーションが存在するこれらカール・ツイスのテッサーには個別に番号が振られており製造年などが追跡可能である1903年アメリカ合衆国のボシュロムがパテントを購入しアメリカで製造を 開始、未だコダックにレンズ製造部門がない時代であり、アメリカカメラ界に貢献した。他に、イギリスのロス、フランスのエクラウスでもライセンス生産されている。特にクラウステッサーのみは、クラウスツイステッサーとツイスの名も入れられ、一時、フランス製高級カメラのほとんどに装着されていた。戦後は、東西両方のツイスで製造された。当初西側では、 カールツァイスの子会社、サイスオプトンにて生産されたが、当時の世評は低かった。カールツァイス名に戻ってからは再び高い評価を受けている。1919年にウィリー・ウォルター・メルテが、テレテッサー、テリーテッサーを開発し、その後望遠レンズの多くにもこの名称が使用された。また、色修差補正をアポクロマートにしたものは、テレアポテッサー。 テディアポテサーの名称を使用する。またメルテは明るく生物の撮影にも適するビオテッサー、バイオテサーを1925年に開発している。これらは本来の3群4枚構成からは逸脱することもある。レンズの構成枚数が少なく、レンズエレメントの空間が比較的長いので軽量コンパクトになる。ズームレンズでコンパクトな製品には、 バリオテッサー名を付けるようになっている。テッサーは他のレンズメーカーにも多大な影響を与え、コピーや類似したレンズが数多く作られた。上述のライツエルマーをはじめ、ホクトレンダースコパーやコダックエクターなど、当時のトップメーカーを代表するレンズの多くがテッサー構成であった。また20世紀後半に大量に生産された大衆向けコンパクトカメラでも各社で生産された。 テッサー構成のレンズが広く利用された。これら、カールザイス以外によって生産された3群4枚、テッサー構成のレンズはまとめて、テッサータイプ、またはテッサー型と呼ばれており、カールザイス製、テッサー以上に膨大な数が存在する。アルファ、ベータ、プリマを除いたシリーズすべてがテッサーを固定装着する。フランケンハイデッケ、ゲン、ローライが発売した。 ステレオカメラ。日本でロジクールとして知られる米国企業であり、日本のロジテックとは無関係。ファイル、テッサー 35.jpg サムライト200、PX テサー 3.5CMF3.5。フランケハイデッケ、現、ローライが発売したステレオカメラ。ローライフレックスシリーズの代表的レンズの一つ。 クラナーが出てからは普及版のローライフレックス T に装着された。ローライマジックシリーズも装着する。当初はローライ35シリーズの看板レンズであり、ゾナー 40mMF2.8 を装着した、ローライ 35S が出てからも普及版のローライ 35T、ローライ 35T となって継続販売された。 サイスアナスチグマットとしてはシリーズ IIB の扱いであったので初期の製品には B の文字が残って B テッサーと俗称され、K4.5 や F3.5 に大口径化された製品はシリーズ IC で C テッサーと俗称された。製版用のプロセスレンズとして開発されたアポクロマティックテッサーはシリーズ Vive、いわゆる B テッサーで 解像力が鋭く包括角度も広いなど非常に優秀なことで知られる。いわゆる C テッサーで B テッサーと比較すると明るいため高速シャッターが切れる。製版用プロセスレンズとして開発されたアポクロマート補正をなされたレンズでニコンのアポニコールと双壁をなす。オプションの特殊形状の絞りやシートフィルターを差し込むため絞り。 ウォーターハウス型絞り、ウォーターハウス型絞り、スロットが全品種に備わる。絞りは多数枚あり、完全円形絞り。同名製品でも、製造年代により商材がかなり異なり、初期製品は、第一軍の最前面のレンズがとても曇りやすく、磨いても3日で曇り出してくるが、中期以降の製品では、そのようなことはなくなった。製反用に開発されたレンズのため、 設計基準倍率は当倍なので一般マクロレンズとしての利用でも高性能である。カラー製版を考慮して設計されているので、初期製品からすでにカラーバランスが最適化されている。一般的にアルファベット文化圏の製版レンズは解像力が低くなりがちだが、アポテッサーは総じて高解像力である。カールツァイス水イエナ製接写用に開発されたものや、 産業用のレンズなどであり、フィルム仕様の副写用、マイクロフィルム製作用、通常の摂写用、画像投影用などの品目がある。ドイツが東西に分かれている時に、東ドイツのカール・ザイ・スイエーナで製造されたものと、西側のオーバーコーフ編にて製作されたものがある。エステッサーの S はドイツ語のゾアンダ A スペシャルに由来する。 民生用のものは後にレンズコーティング技術の向上により大口径化のしやすい S、プラナー5のマクロ、プラナーに置き換えられていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。